今日はとっても冷える。だから寒い日にぴったりな野菜たっぷりミネストローネを作ろう。油をひいた鍋からニンニクのいい香りがしてきたらベーコンを炒めていく。少し焦げ目がつくくらいがいい。野菜も一気に炒めていく。そしたら白ワインを、アルコールを十分飛ばしていく。トマト缶一缶丸ごと。水も入れる。アクをアルミホイルで取る。あとは家にあったハーブを適当に入れていく。今回はローリエとバジル、それとナツメグとタイム。蓋をして弱火で煮込んでいく。このいい匂い。最後に塩と黒胡椒で味を整える。あんまり整わなかったので砂糖を追加。よき。ミネストローネの完成。いただきます。うまい。ごちそうさまでした。あったまった。ミネストローネって野菜のうまみがいい感じだな。でもちょっと酸っぱかったな。あっつ暑い。最後までご視聴いただきありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。